はい、こんにちは、タブです。今回はスクナのギミックとミッションが判明されましたので見ていこうかなと思います。ギミックは重力バリア、減速壁、反射と貫通制限ですね。で、受けたダメージに応じて攻撃力アップ、ハートなしステージ、弱点効果アップとなっています。はい。まあ、結構ね、広いラインなんで、あれなんですけども、まあ、見ていこうかなと思います。で、その話に、入る前に、受けたダメージに応じて攻撃力アップは、ニードルなのか、スモッグなのか、どっちかわかんないですね。もしもニードルだった場合、ワンパンとか狙えそうですし、もしもニードルだったらなんか、ヌルゲーになるんじゃないのかなと思います。はい。ただね、ちょっと現実はなんかスモッグなんじゃないかなと思うけどね。はい。それでは見ていきましょう。はい、まあ、重力原則で、まあ、プレミアムガチャのみで、まあ、見ていきましょうか。はい。まあ、結構多いんですよね。はい。いや、まあ、多いんだよね。55体と36体だから。だいぶ多いな。まあ、それはね、ちょっとまあ、厳選して、まあ、見ていこうかなと思うんですけども、まずはこのキャラクターから。まあ、ミッションなので、伏黒ですね。はい。まあ、ギミック対応しつつ、まあ、パワーオーラ、プロテクション、さらに回復 M を持っています。ハートなしステージですので、まあ、回復 M はね、すごく輝くんじゃないのかなと思います。はい。シンプルに強いですよね。しかも、このストライクショットって、停止後に近くの敵に、まあ、弱点必中のワンパンが狙えるストライクショットを持っていますので、まあ、もしかしたらニードルパネルとかだったらワンパンとか狙えるんじゃないのかなと思います。はい。まあ、ミッションの編成でしたらは、まあ、伏黒が一番強いんじゃないのかなと思っています。で、他のコラボキャラクターですと、こちら、イタドリですね。激しが異なるキャラが1体以上の、コネクト条件を持っていますので、まあ、結構簡単に発動できるんじゃないのかなと思います。おそらく、まあ、伏黒と一緒に組み合わせると思うんですけども、まあ、一緒に編成して、まあ、簡単にね、コネクト発動できますので、普通に強いかなと思います。まあ、毒無効とかだったり、あとは伏黒とかね、状態上回復ブラストを持っていますので、結構痛い毒がね、降ってくるんじゃないのかなと僕は思っています。なので、割と、イタドリの毒無効と伏黒の状態上回復ブラストは、めちゃくちゃ強いんじゃないのかなと思ってる。ただ毒が降らなかったらそんなにあれだけどね、うん、しかもイタドリのストライクショットってゲージ飛ばしを狙えるストライクショットとなっています。なのでしっかりとうまく当ててあげれば、まあ、すごくで火力出るんじゃないのかなと思います。はい。で、まあ、もしかしたらワンパンとかも狙えるかもしれないしね。で、コラボキャラクターはもう一体伏黒パパですね。はい。めちゃくちゃスペックが高いんですよね。超アンチ重力バリアと超アンチ減速壁を持っていて、防スピアップを持っているんですよね。マジで強い。まあ、なので、イタドリとか伏黒を持っていない場合は、伏黒パパをね、編成してやるんじゃないのかなと思います。普通にスペック高いんで、全然邪魔にならないんじゃないのかなと思いますね。さすがフィジカルギフテッド。スクナに立ち向かうのが伏黒パパってのがいいよね。まあ、それはちょっと原作見てる人しか伝わらないと思うけど、なんか、エモいね。そして続いては貫通キャラクターの適正キャラクターを見ていこうかなと思います。はい。最初はこちら、ギルティですね。はい。渾身を持っていて、超アンチ重力バリア、超アンチ減速壁を持っています。ですので、しっかりと触れてあげれば加速もしますので、まあ、殴りがすごく強いようなキャラクターとなっています。狙った方向に弱点露出と弱点効果アップをさせるビームのストライクショットを持っていますので、もしかしたら、イタドリとか、伏黒のストライクショットの、ワンパンの補助とかにね、使えるんじゃないのかなと思います。普通にめちゃくちゃ強いんで、もしかしたらギルティ最適性の可能性がめちゃくちゃありますね。普通にこれは強いです。はい。で、続いてはこちら。エースですね。はい。まあ、超アンチ重力バリアとか、超アンチ減速壁はないんですけども、普通に適正です。で、さらにバイタルキラーもあるので、殴りも OK です。で、ストライクショットは全体割合を持っていますので、もしも、スクナが硬かった場合、エースのこの割合はすごく強いんだろうなと思います。エースはキャラクタースペックが高いので、普通におすすめですね。続いてはカメハメハアルバ。もしもスクナが、まあ、アジンだった場合、キラーイエルが刺さるんで、めちゃくちゃ強いかなと思います。ただ、アジンじゃなかったらもう残念ですね。はい。で、続いてはこちら、ハレリアですね。超重力バリア持ちかつ、カウンターキラーがありますので、殴りスペックが素晴らしいです。で、ストライクショットは、ヒットした敵の弱点効果アップもありますので、まあ弱点効果アップしているクエストと、スコブル相性がいいですね。続いてはこちら、アムロさん。ストライクショットが、触れた味方の SS ターンを半分にする SS を持っていて、まあ、ループをね、狙える SS なんですけども、これが非常に強力ですので、もしも普通に使えた場合、アムロさんはね、普通に最適クラスになるんじゃないのかなと思います。まあ、アムロさんが使えるかどうか、蓋を開けてみないとわからないですね。はい。続いては反射の方を見ていこうかなと思います。1体目はロイドアルファ。
壁ドンのストライクショットを持っていますので、まあ、もしかしたら、まあ、クエストの設計によってはワンパンとかも狙えるかもしれませんね。ただ、SS 単数も重いし、キラーもないので、優先度は低いかもしれません。で、続いてはこちら、ギルティですね。はい。まあ、反射の方なんですけども、バフの、まあ、ストライクショットを持っていますので、まあ、味方のサポートができます。まあ、しかも、バウンドチャージを持っていますので、イタドリとか、まあ、不死群のね、SS を短縮できますので、割と強いかもしれん。で、次こちら、ジョータロストーンオンシャン。ギミック対応かつ、全属性キラーを持っていて、ワンパンとかも狙えるストライクショットとなっています。多分、反射枠の中では一番強いんじゃないのかなと思います。はい。まあ、ここに来てね、ジョータロの株がね、めちゃくちゃ上がっていますね。まあ、実際にね、使ってみないとわからないんですけども、まあ、ジョータロが、まあ、反射枠で一番強いんじゃないのかなって個人的には思っています。で、続いてはこいつ。問題児、ジャック・ザ・リッパーですね。まあ、敵が重力バリアまとっていればマジで強いと思う。ただ、まとっていなければ、まあ、適正ではないですね。はい。まあ、これはね、クエストのね、蓋を開けてみないとちょっとわからないんで、あれなんですけども、まあ、まとっていれば、まあ、優先度はすごく高いなと思っています。ということで、まあ、ギミックをね、軽く見ていったんですけども、自分が挑む編成は、貫通枠はギルティ、伏黒の編成で、反射はロイドアルファ2でやろうかなと僕は思っています。はい。まあ、クエストのね、蓋をね、開けてみないとちょっとわからないようなステージなんで、まあ、あれなんですけども、一旦この編成で僕は挑んでみようかなと思います。はい。まあ、初見はね。はい。というで、今回は、まあ、スクナのギミックと、まあ、ミッションの編成を見ていきました。見てくれてありがとう。バイバイ。